あと一歩で迷宮界だったのに引退した選手の謎。6年連続のゴールデングラブ賞を獲得した井端弘和は、2000本安打まで残り88本に迫りながら同級生の高橋由伸を支えるため引退した。2013年の WBC で台湾戦での同点タイムリーは記憶に新しいが、シーズンでは調子を落としてしまい契約がこじれ巨人へ移籍した。突如引退した理由を監督が一番年下になるのを防ぐためと語り、記憶よりも友情を優先する人柄が評価され日本代表の監督となった。パリーグの右打者として最多の189安打を放った谷吉友は、2000安打まであと72本となりながらも老いには勝てず引退を決意した。巨人に移籍してからは熾烈なポジション争いに巻き込まれ、ラミレスの加入がもう1年遅ければ迷宮界入りを果たしていたとも言われている。ノーヒットノーランのチャンスを3度も逃した西口文也は、10度の2桁勝利を記録するも182勝に終わり、あと一歩のところで引退した。大記録を目前としながら逃してしまう運のなさが要因とも言われ、9回まで完全試合ペースだったが延長に打たれてしまい幻となった。